そうちゃんと確認もしてな、なんかメその、何ていうのかな。送る前にメールの文章も確認してないってことは、そういうことが仕事で起きるとどうなるかっていうと、それこそこの間の4600万ね、間違いで振り込めましたみたいな人も、ね、ああいうことになるわけよ。そういうミスをしちゃうわけよ。だから、俺は本当にその4600万間違いで振り込、まあ、その振り込まれて勝手に使ったやつも悪いけど、振り込んだやつも人の名前を平気で間違えるような仕事もできない人間やったと思ってる、絶対に。 あと、周りも、周りもゴミ。周りの社員も多分そういうのに目をつむって注意もできなかったのか、同じ程度のレベルの人間しかおらんかった役所やと思ってる。なんで社会のじゃレベルがすごい低い。あの区役所は。うん。うん。いやね、新人だよ。新人にならざらその新人にそういう仕事任してるっていう、そのね、もう、やばいでしょ。 職場の環境が。うん。ね俺は絶対許さんからな。俺は絶対許さん。俺はもう死んでも許さん。死んでももうその、許さん !23 新則だったら、へえ、所長と新人の二人対体で送ったの、新人へじゃあ、その所長が悪いな。まあまあもう、もうね、この話何回もしてるからもうええねんけどな。 まあでも、まあまあなんだかんだ言ってね、その、来たやつを使うそれはもちろん悪い。だから、その、それは悪いのは大前提で、そういうミス、まあでも、まあ、もういいわ。疲れだ。もう疲れだ、もう。なんでお前、こんな時間に朝っぱらから世の中に物を申さなかんね俺は。もっと楽しい話がしたい。